今日はインスタグラムで質問を募集したので、そちらに答えていきたいと思います。もうすぐバレンタインデーなので、ちょっと恋愛の質問も多めで答えていけたらなと思います。では早速スタート。お弁当に入ってたら嬉しいおかずベスト3。甘めのだし巻き卵とタコさんウインナーと、ちっちゃいグラタン、なんか食べ終わるとそこに占いみたいなの書いてあるやつ、大好きです。髪が薄いのが悩みと以前お話しされていたと思うのですが、髪型のこだわりはありますか？そう、ずっと悩みなんですけど、髪型のこだわりは、こう巻いた時に動きが出てボリュームが出るように、すごいレイヤーを入れてもらってます。あとこの顔周りの毛をすごい短くしてもらってる、ちょっとうっすら姫カットみたいな感じにしてもらってます。ちょっとコムさん、それうるさい。コムさん、同い年です。周りが結婚出産ラッシュで焦ります。あーねー、今29なんですけど、私も一昨年ぐらいから仲いい人たちがもうバーって結婚しました。みんなおめでたい。でも焦らなくてもいいんじゃないでしょうか。うん、なんか自分のペースで楽しくいればいいと思います。ちょっとコモさん、それうるさいな。カリカリ。次、ゆうなちゃんが人と関わる上で大切にしていることは何ですか？これはできているかは別として、笑顔で挨拶をすること、できるだけ笑顔でいようっていうのは心がけているのと、あと相手の方に興味を持つっていうのが大事なんだろうなと思っています。枕は何使ってますか？そう、前にインスタのストーリーで枕のおすすめはありますかって多分皆さんに聞いて、すごいたくさん教えてもらって、その中からマニフレックスっていう枕にしました。難しいですよね、枕。なんか、難しい。ゆうなちゃんは何もしたくないけど何かしたい日にどんなことをしますか？寝ながらできる何かをします。なんかレシピ調べたりとか、本読んだりとか。これはちょっと私の感覚かもしれないけど、ちょっと小説とか読むとなんかちょっと今日頑張ったなって気分になれるので、そういうことをします。ホワイトデーのお返しでもらって嬉しかったものやセンスを感じたものなどがあればお聞きしたいです。難しいですよね。でもなんか物とかより美味しいご飯に連れてってくれたら嬉しいかもしれないです。ちょっとコムさん、掘らないでもらっていいですか？すいませんけど。恋してますか？してます。遠距離の彼氏なので今年は手作りクッキー缶を送ります。すごい。ゆうなちゃんなら何を送りますか？手紙と
かつけるかな、わかんないけど。あ、チョコをあげるときは手作りですか、それともお店のものですか。あ、私はお店のものをあげることが多いです。うん、なんか得意じゃないので絶対にお店のものの方が美味しいからそうしちゃうけど、上手な方だったらね、手作りの方が嬉しいのかな、どうなんだろう、どうですか。彼女に逆チョコってありですか。ありだと思います。嬉しいでしょう絶対。うん、ありです。気になる異性といい感じの時に事務所から異性との交流は仕事以外 NG と言われたらどうしますか。嫌です。うん、次、20代でしておくべき肌管理や早く始めた方がいいエイジングケアなどありますか。ヨナちゃん大好きです、ありがとうございます。まずメイクはしっかり毎日落とすことと、日焼け止めをしっかり塗ることと、あとアイクリームとか、うん、塗った方がいいって聞きます。基礎的なことをまずしっかりやるのがいいんじゃないかなと思います。ちょっと20代前半の自分に言ってあげたい。頑張りましょう。エイジングケア、別れたので好きな人はいないのですが、自分のためにチョコを買うことにしました。それも幸せですよね。うん、幸せだと思います。いいですね、なんかこの自分でモチベーション上げていく感じがかっこいい。車の運転できますか。一応免許は持ってます。一応今一押しの音楽を教えてほしいです。 YouTube 毎回楽しみです、癒されてます、ありがとうございます。今一押しは何だろうな、一番最近聴いてるのでいいですか。一番聴いてるのはね、エスパのサーベージです。次の恋に行けないぐらい落ち込みました、元気パワーください。あらまあ、はい、元気、きっといいことがたくさんたくさん来ます。ゆなちゃんは追いかける恋と追われる恋どちらがいいですか。追われる恋だとありがたいです。うん、次、好きな人と好いてくれる人どちらと向き合うべきですか。わかんない、向き合いたい方と向き合ったらいいんじゃないでしょうか。わかんない。手作りの本命チョコをあげたことはありますか。あります、昔だけど。若い頃の方が作ってました。一応次、あ、グッズの販売はどうなりましたか。そう、もう本当に本当に長らくお待たせして申し訳ないのですが、多分もう少しで、いや少しあと何ヶ月か後にはお見せできるんじゃないかなと思います。本当にすいません、もう1年ぐらいね経っちゃったんですけど、可愛いものを作れるように頑張ります。男女22で何回か遊んでるんですけど、そこからどうやって進展させますか。楽しそう。今度2人でご飯行こうって言えばいいんじゃないでしょうか。それか、なんか共通の、趣味が合いそうな映画とかアーティストさんとか
を見つけて映画行ったりライブ行ったり、ちょっと今のご時世では難しいですが、そんな感じにするのはどうでしょう。次、ホワイトチョコ派、普通のチョコ派。ホワイトチョコ派かな。結婚とはズバリ妥協ですか。そうなんですか。そうじゃなかったほしいと思いますけど、そうじゃないと思います。同棲している恋人との距離感が分かりません。異性関係で不安になったらどう解決してますか。不安になったらどう、自己解決か。自己解決したいですか。私、相手の人に言っちゃうかも。こうで不安なんですけど、どうしましょうって話して解決したいなって思っちゃいます。ゆうなちゃんは好きな人がいたらどんなアピールをしますか。好きですっていうオーラをこうドーッと出します。次、ゆうなちゃんの話すスピードはご両親に似ていますか。いや、全く似てないです。私、お母さんめちゃくちゃ喋るの早い。ちびまる子ちゃんの好きなキャラは誰ですか。ひろし、父ひろしが大好きです。あとはね、花輪くんも結構好きです。はい、こんな感じ。ちょっと久しぶりに質問コーナーやったので楽しかったです。ちょっと全く参考になるところはないと思うんですけど、はい、楽しんでもらえたら嬉しいです。では、素敵なバレンタインを。